こんばんは、ジェイドサトクリフです。この動画は依頼された LINE スタンプを作っていく動画です。では今回も始めていきましょう。はい、では続きをやっていきましょうと言いたいところなんですが、この絵、この絵が基本となる顔で、で、この絵が、依頼をかけた、この絵でいいですかっていう依頼をかけた絵なんです。で、よいしょ。フォルダーさんじゃない、これや。ここでいいか。この色でね、全体塗ってて、で、これで行く予定やったんですけれども、なんとこの段階でリテイクが来ました。あのね、正直、いいんですよ。別に、その、なんて言うんですかね。何度でも僕リテイクは受けるって言って、最初依頼受けるんで、全然いいんですけど、この段階では正直、きつい。っていうのが、どうかな。基本デザインいじらんとあかんようになると、全部変わるんで、それは正直きつかったかな。はい。で、基本デザインなんですけど、こんな感じに多分変わると思います。胸のところが、白くない、そうなんです。お尻、白いのは、口ひげ。で、足。で、あとお尻。が、白く、胸が白くないらしいんです。まだ。で、まあまあ、よくよく考えればそうなんですよ。パピーって結構まだ黒い状態の子が多くて、もうこれなんてアウトですよね。完璧に。この白いところがまるっとダメなんで、多分これをやり直さんとわかんのかな。消し込む。あ、そうですね。ここですね。これをやり直さんとあかんってなってくると、正直、きついぞっていう。今日はね、多分修正動画やと思います。そら、そうなりますよ。あれ、これじゃね。これや。あ、やべやべ、ヒゲまで消えた。飼い主さんからしたらね、やっぱり少しでも、自分の犬に近づけたい方が良くて、で、僕としてはデフォルメするんで、正直こう、その犬の特徴っていうのが、まあ、若干薄れるんですよ。デフォルメしちゃうんでね。で、よいしょ。デフォルメしちゃうんで若干薄れちゃうんですけど、その中でも、やっぱり、飼い主さんからね、依頼を受けた分ぐらいの、特徴っていうのはやっぱりしっかり作っていきたいなと思うわけですよ。で、思うと、それをしたくなる。したくなると、違うか。よいしょ。したくなると、こっちかな。こんな感じかな。違うな。
こんな感じかな。やっぱり期待には応えたくなるんで、こんな僕でも期待には応えたくなるんで、ちょっとね、口書いてみたんですよ。口書いてみたけど、微妙やったっていう話です。こんな僕でもそれをしたくはなるんですけど、できるだけ早い段階、絵描く側としては、できるだけ早い段階で言ってほしい。きついっす。正直、この段階やとね。あ、違うぞ。白でやってるから分からへんようになるけど、消しゴム。まあ、白で描くところが減るんでね、この段階、まあ、基本デザインが決まってからなんで、その後っていうのは正直きついのはきついんですけど、強いてよかったのは、この段階、まだその、すごくいっぱい書いていないっていうところですね。これ40個目できたら、正直きついんですよ。あ、違う。これ消さなかのか。40個目で来ると、正直もう、ええー、と思いますね。できませんって言っちゃうかもしれません。次の方探してくださいって。まあまだ3つしか書いてなかったんで、良かったのかなと、思いながら、やれますけど。ここかな？あ、ここやな。よいしょ。うん。こんな感じかな。ちょっと細いか。あ、ふるふる。よいしょ。こんな感じかな。あー、ちょっと出たな。はい。まあ、いいでしょう。あ、違う。はい。これもね、いい感じなんですけどね。ちょっと大きいかな。はい。これにして、これにして、ちょっとちっちゃくする。うん。で、はいと。まあ、こことかも、固めでいこうか。パス消えてくれるんでね。こういうのありがたいですね。よいしょ。まあ、多分今日はこんな感じです。うん、いい感じ。自分で言ってたらではないな。はい、こんな感じですね。もしデザインを依頼されてリテイクをしたいなと思うときはできるだけ早くすることをお勧めします。これはお互いの関係性のためです。僕の場合は結構平気なんですけど、リテイクを嫌う方っていうのは結構いてるんでお勧めします。はい、では本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。あれですね、チャンネル登録、高評価、コメント、これ言うんが忘れるんですよ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。で、LINE スタンプ、動画概要欄の方に以前の作成動画もありますんで、そちらもよかったら見てください。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。